皆さんこんにちは。著者のチンキーでございます。ここが伊豆鉄道の伊豆箱根鉄道の塚原という駅のすぐ近くにあります交差点のところの第1番目第1号の徐福船団の遺構になります。このようにこのようなですね、ちょっと風化したような跡もありますが、これはところどころに穴が開いているのは、この穴のところに、プランクトンの化石、つまり、カルシウムがですね、あった。で、それが酸性の雨、そしてまた酸性の水によって、溶けてしまったために、岩に小さな穴が開いているわけです。比較的大きなプランクトンが入っている石の場合は、このようなボコボコとした感じになります。非常に年代が何億年、数億年、そのもっと前になりますと、プランクトン自体が非常に、細かくなりますので、石の肌がですね、研磨をしてみますと、プランクトンが小さく入り混じって、平均に酸化、溶けてしまうためにですね、この石の肌が滑らかになるという形になります。で、この徐福船団は、塚原のここに到着したものと、それから三浦半島の佐島のところに、難破をした、激突をした、その船と、どのような違いがあるのかということでありますけれども、伊豆七島のところの八丈島に、まず、徐福が、船を進めて、一番第一回目の航海の時は、それは、子供を、道南道女500人ずつをそれぞれ、船に積んで、男の子と女の子をバラバラにして、そして、幽閉しなさいという命令でした。で、この塚原の遺構というのは、その1年後、中には2年後3年後という方もいらっしゃるんですけれども、その史実に基づいていけば、次の年、1万2千人、そして、100国、もうすべての穀物、そしてすべての、いろいろな道具を作れる商人、そして、大工でありますとか、工業のできる方でありますとか、刀鍛冶でありますとか、様々な職業の方々が、船に乗せられてというよりも、もう清という国のあまりにも厳しい政治情勢の中で、逃げていこうということで、この蓬莱という新天地を目指して船が来たわけです。で、この第1号遺跡につきましては、まずこの辺からこの丸い石が出てまいります。そして、この旧家の上の方からはですね、なかなかご協力は得られない状態でありますけれども、まん丸の石が、神社がありまして、そこにお祭りをされている状態です。で、確かに、仙洞港というところのですね、石であることには間違いがない。そしてまた、仙洞港というのはですね、非常に何千キロもあるような、千キロぐらいの非常に、長い川ですので、そしてまた上流は景徳鎮という、白磁を作るための、町があります。で、その町の川というのはですね、 Google Earth で見ますと、川に真っ白にこう、砂がですね、それはところどころ土手のところにこう山積みになっているんですが、その白い粉は実はその白磁の原料になる、焼き物の原料になるものなんですね。その白いちょうど石英化した、ガラス状のもの計算、
そういうようなものがですね、真っ白のものがこの石の中に実は入っているんですね。で、上流であれば、尖頭湖の上流であればあるほど、その化石化というのはもう完全にそのガラス化してくる。非常に長い年月の間に、数億年の間に硬い石に変わってきます。ところが尖頭湖の途中でありますとか下の方になってきますと、この石というのはですね、中はこの白い粉の粒子がどんどん大きくなります。なぜか、最初古代の海というのは小さなプランクトンから始まり、だんだん進化して大きなプランクトンになってきました。ですから、地層が下の方であればあるほど大きなプランクトンが入っている。つまりここにある穴の開いた石というのはプランクトンがかなり成長してからの石である。つまり尖頭湖でも、随分下の方の石であるということが分かります。でこの、石と、尖頭湖の方のサンプルと現地のサンプルと比べれば、一体どの辺の石を拾って船のウェイトにしたのかということが明らかになってまいります。でそこで皆さん、なんで船に石なんか積むんだと。こんなものを積むのに船石なんか積んでたら重たくてしょうがないじゃないか、船が沈んじゃうじゃないか、そのように思われる方もいると思いますが、基本的に帆船というのは、最近の船はヨット、そのヨットにはセンターボードという海の中に突き出したこういう板があります。その板とラダーで、その風が来る時のそれを、起こしてこの安定板、この板でひっくり返るのを抑えるんですが、当時の2229年前、秦の始皇帝の秦の国の30年という年代にはですね、船の底が丸い、ちょうど樽のような丸い形をしております。そしてそれが着底をしていくときに、岩のところでやりますと船体がばらけてしまいますので、必ずなだらかな土地で砂地でありますとか小さな砂利でありますとか、船体が壊れるような状態のところには着底はさせないんです。ただ今回のこの上腹の時の船団のもういけいけエスケープだっていう時には、もうそこのことはもう考えていられません。とりあえず島にドーンと上陸をさせてしまう。そういうことによって船を乗り上げてしまって着底させる。もうその船は二度と使わない。こういうことから、そういう荒技を成し遂げることができるわけでありますけれども、通常船舶というのは、何回も使いますので、港に出入りをする。その時に、砂浜のなだらかなところで、満潮になったらば船を入れて干潮になるのを待つ。そして、船が横倒しになったところで自分たちは降りる、物資を積み込む。そしてまた船が、潮が満ちて満潮になった時に風を見て海流の流れを見て出航していく。そういうような航海というのが基本的な航海で、全てが風任せということになります。で、ここにこのような石があるということは、ここは船の一番おしまい、船尾の部分ですね。で、塚原のグリーンヒルが向こう側にありますので、当然小田原の湾から入ってきまして、船は向こう向いてきます。そしてドンとぶつかったわけですね。で、ですからここに行ってありますけれども、もう一つ隣に、もう一つの林があります。そこにもう一艇の船の形をした遺構がございます。これが最初の遺構なので第1号遺構というふうに名付けております。で、このような発見というのはですね、どうしたらいいのか。考古学っていうのは非常に古い学問である。化石でありますとか恐竜の骨だとかですね。ところがたかが2229年前の秦の時代でありますので、縄文時代、そして弥生時代初期ということになりますので、古代の
遺跡遺構というんでしょうか、それを研究する分野もですね、どうしていいのか困ってしまうというようなことを言われる研究者の方もおられます。でも私はこのように船の遺構が林のようにそっくり残っているということは、これはもう完全に誰もが、世界の誰もが認めなければいけないようなとんでもない歴史的事実であり、誰もこんなものをですねでたらめに作ってみんなを世の中を騒がそうなどという人はいないと思います。これはもう完全にその船の重心の話をしておりました。この石を積まなければここに風が当たった時に倒れてしまう。ですから最低の重りというのがですね必要になります。ちょうど起き上がり拳がですね、真ん中に重りがありますとだるまがこういうふうに元の位置に戻る、それと全く同じことがこの石の重心を作ることによって、ウエイトで、しっかりと復元力を持たせるという意味なんです。でもちろん、積み荷というのはどんどん下の方から積んできます。船というのはですね、重いものは下に積みます。それだんだん上の方へ軽いものをかさばるものを積んでいく、それはもう基本ですね。そしてまた船というのは右舷側左舷側両方とも同時に同じ重さのものを積んでいく。でなければ最初片側だけ積んでしまったら船がひっくり返ってしまいますからね。これはもう積む時の船をよく知っている人じゃなければ積み荷を整理して何をどこへ積もうということがですね言えないわけです。ですからそういうことをすることが、諸福が言いました、西の国というのは海洋王国であります。この日本という国のはるか昔、日本でなかった時、それは蓬莱と言います。中国語でパオライと言いますが、このパオライに、みんなが来ること、東にある新天地に来ること、この新天地を目指して希望を持って、その殺されてしまうような怖い国から早く逃れていこうということでですね、みんな逃げてきたわけです。で、まあ、このようにして、85隻の船が秦の国、西の国、戦闘港から出発したわけですけれども、その中でこの塚原近辺で、確認ができるのが50艇です。で、塚原のこの駅は標高22メーター、そしてですから海抜0メートルであった。今流れている川のところの10メーターというのが喫水線で、まあ、船が10メートルあれば入ってこれるというふうにも考えました。で、問題はですね、この塚原の土地が、下は10メートルです。川が -10メートル、そして上が22メートルのところが0メートル。ところがだんだん、グリーンヒルの方へ向かっていくに従いまして、船のある遺構の場所がですね、だんだん実は上がってきてしまう。そしてグリーンヒルという、その遺構のある全体的な遺構の、つまり島のようになっていた、その周りに船舶を止めたと思われるように、昔はそのグリーンヒルの周りが全部海であった。ですから当然海の両岸に、島の両岸に船はこのようにつけてある痕跡が遺構ではっきりと認められるわけです。でところがそのグリーンヒル入り口というですね、バスの停留所があるんですけれども、そこのところの海抜がなんとですね50メートルなんです。つまり30メートルも隆起をしてしまっている。で実はもっと奥へ行けば行くほどその船の遺構はございます。で船の長さは150メートルが200メートルというのもあるんです。そして船の幅が通常は中型船だと120メートル、長さが120メートルで幅が20メートルっていうんですけども、だいたいこの塚原の船は長さが150メートルで幅が30メートルです。
でその船が50艇あるんですね。でこのような船団を組んでこの島の裏側に逃げ込むように船を隠してある。でこのこちらのですね、第1号艇の部分、この1号艇もこの向こうの山によって、小田原湾から入ってきましてから、実はここ死角になっていまして、その船が発見されにくいような場所にここに止めてあるんですね。まあ、そうやってどん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 船をこの脇へですね、着岸させたんでしょう。ですから船のはこういう吹雪で、止まっていますので、この石のあるところは船尾、一番おしまいですね。ですからここの上の方には打輪があったり、舵を取るような舵部屋があったはずです。でこれがもっと前の方に行きますと、この石は出ません。そしてまたこの辺はもう造成されてしまっておりますので、船体の端があったところなと思われるところにはですね、小川が流れています。当然、まあ、この道路がもう作られてしまっておりますので、端の部分は削られてしまった。でもここに面倒くさい石が残っている。この石をそのままにして、まあ、造成をしてしまったためにですね、厄介なものはそのまま残したということになります。まあ、これがですね、今この今世紀最大の発見であるというふうに考えておりますので、皆さんもぜひ秦の始皇帝の歴史観っていうものをですね、単なる伝説ではなくて、司馬遷の書いた秦の記、つまり秦の国の歴史、それを史記というものの中に秦記というのがあります。それから司馬遷の息子さんの書かれた司馬光、司馬光の書いた史実観、この2つの書物をもとに、そしてまた日本のここに到着をしたこの南足柄市の塚原に到着したということは、山を越えて富士吉田市です。当然富士吉田市の忍野八海のところ、そしてその真北にありますところの小霞という徐福の墓、これらは土橋先生等の、あの指示またお知恵を借りながら研究を進めておりますけれども、やはり重要なことは火山の本体がどこに漂着したのかと。で、5艇以外の35艇そのは日本の方に漂着したのかという問題かと思います。で、徐福たちはですね、秦の始皇帝から逃れてきておりますので、私たちの名字を言ってはいけない、お前たちを使うな、つまり農民には名字がありません、ですから徐福たち名字を名乗らないというのが合言葉ですから、日本人は名字がない人が多かったというのは、実はそういう意味の徐福の末裔であったということ以外はないわけです。このようにですね、歴史というのは口伝であります、それが文書として残っている、そしてお隣の国中国の古代にしっかりとした歴史書、もちろん時の権力者によってそれは塗り替えしていますので、国から人々が逃亡したとは一切、いけない、船が沈没したとも書いてはいけないから、風海というふうに書いてみたりですね、それから、30年には何も期することはなというようなことを書いているんですが、司馬光の史実館の方、その年女たち門に服していたと書いてあります。この門に服していたというのが問題なんですね。それは美人や残された者たちがの逃亡に加担し、全員男は首を切られてしまったということなんです。そしてその首をこれ切られてしまって、さらに、で奪われて別の国の人たち、秦の秦が秦派の人たち、秦を協力して助ける人たちに、その土地を与えた、蔡の国の人たちの土地は全部取り上げてというようなことが史実館にはっております。そして、そんな男たちは道場へ行ってそれを作らせて、万里の長城に行ったらもう二度と帰ってみた、そういうことがみんなの合言葉でした。ですから、こんなだいつね、秦の始皇帝怒りを買って